スプルーアンス級駆逐艦アーサー W ・ラドフォード先進型閉と言いマストセンサーとはアメリカ海軍が開発した艦船におけるステルス性を考慮したマストの装備方式である。現代の軍艦のマストは高所に電波装置を設置する場所として重要であるが敵のレーダー波に対して反射面積が大きくなりステルス性を損なっていた。そこで各国海軍では マストのレーダー反射弾面積を減少する方法としてマスト全体を構造物で覆うことを研究している。先進型閉囲コイマストセンサーアドバンスとインクロスドマストセンサーイーム s はこれらのうちのアメリカ海軍で実用化した技術の名称である。他国の軍艦でも同様の技術に対しては同じ名称で呼ぶことがある。これは船舶に 形状制御技術を使用した例であり、マスト全体を平面多面体で構成された FRP などの遮蔽材で覆い、多面体内部のレーダーなどの電波装置の特定周波数の電波だけを通過させるようにしたもの。FSS 技術と呼ばれる単形やダイポール状の導電抵抗素子が有電体表面に適切な間隔で周期的に配置されたものや、 金属板スロットが等間隔で配置されたもので多面体が構成されている。これらの技術により敵レーダー波の反射を特定の方向に極限化することにより大多数の方向からの敵のモノリシックレーダー波に対する反射面積を減少させると同時に自らの電波装置は従来通り使用できる。ただ敵のレーダーが時間のレーダーと同波長であれば多面体の遮蔽材を ほぼ透過するので、この技術によるステルス性は失われる。遮蔽材内部の電子機器が外気にさらされることがないので、動作不良現象や保守現象、寿命延長といった副次効果も期待できるが、空気抵抗が増す端緒もある。1997年5月にスプルーアンス旧駆逐艦アーサー W ラドフォードに試験目的でこのシステムの設置が行われ、 試験の結果は、おおむね良好であったため、以後の新しい艦に、本技術が採用された。サンアントニオ級ドック型輸送用陸艦より、実用化がなされ、同級ではこのマストを2つ持っている。ありがとうございます。